見てもらえをして、うちのね、あの
ていうのをやってるんですけど、そこで優勝した曲です。この曲を、ぜひバンドでやってみたいということで、今回初めて演奏します。どうなることやるんですか。やってみましょう。テーマは何でしたっけ。これテーマ、テーマは夏休みなのかな、夏がテーマ。あ、こういうの、あ、うちの店の常連さんがタイムチョコで車椅子です一番よく知ってる夏休み、終わりゆく夏を考えて、妹のことを思って作った歌です。妹が3年ぐらい前に乳がんになりまして、で手術をしたんですけど、ごくごく初期でね、ほんまごめんのが見つかって、今も元気に母親をねしております。皆さんもできるだけ早く見つかれば元気で、治療ができますので、毎年検診見てください。その妹がですね、私がお姉ちゃんが検診に行くまで毎日朝夕お姉ちゃん検査して、お姉ちゃん検査してと約1ヶ月ぐらいメールを送ってくれたので、妹のことを思い出して作りました。妹と過ごした夏休み、眩しい夏の日はいつも君がいたです。聞いてください。
ソングライターコンテストっていうのはね、3ヶ月、4ヶ月おきぐらいに1回やってるんですが、実は10月5日にまた開催します。あと3枠空いてます。空いてなかったらソングライターコンテストっていうのはね、そもそもあの僕がお題を決めて、このお題で曲を作ってくださいっていうことで、あたらが大物かよ。僕は堺市モズ JR 浜松線モズ駅前で音楽酒場パフという、ライブバーをやってます。そこで開催している、ソングライターコンテスト、あと3枠ありますんで、もし、やってみようかなって思ったらぜひお声掛けください。よろしくお願いします。誰か出てくれんと、あの僕が作詞作曲せなあかんことになってしまうんで、よろしくお願いします。はい、では、そろそろね、もう秋も深まってきそうな感じですけど、朝夕はもう涼しくなってきましたが、まだまだ夏が恋しいですよね。美味しいですよね。夏好きですか？大好き。じゃあ夏の曲いきます。一緒に歌ってください。夏の曲を入れたの自分で覚えてないんやけど、暑かったよね。
夏を忘れたくないということで、もう一曲夏の曲いきます。言ってた口癖を曲にしました。今も言ってる、ダイエットは明日から。Thank you.
ありがとうございます。毎日毎日ダイエットするダイエットするって、ちっとも痩せない森下の方に向かいました。結構ね、職場まで歩いて行ったりとかするんですけど、まあ続かないからね。そのうち自転車乗っていくようになったりとか。人のことは言えませんが、僕はダイエットするとは一言も言ってませんからね。僕は食べたいものを食べて飲みたいものを飲む。でも痩せたいですね。はい、ありがとうございます。カウボレンズ最後の曲になりました。最後の曲も、昭和の曲です。皆さんも、ご存知あれば一緒に歌ってください。男たちのメロディー、はい、行きます。これで気分でロックンロール。うわー、うわよ。